ようございます。今日は大阪の南港フェリー下船完了、今から、東大阪のね、門真の方にね配達に、向かいたいと思います。今はね、フェリー、南港のフェリーのとこ降りてね、ATC の、信号をまっすぐね突っ切った感じになります。はい、南港北のね入り口から、阪神高速に、乗って、東大阪の方に移動したいと思います。いやーめちゃくちゃいい天気、いや暑いな、もう梅雨明けたんかなって思うぐらい今日はいい天気ですよね。せやけど梅雨明けんのは来週みたいね。ただいまは、下船8時半に下船完了して、今8時37分ですね。あの目の前のね、あの赤い橋が見えてるでしょ。あれがね、まあ、南港、大阪では有名な、大阪のね、南港の港大橋って言います。あの赤い橋ね、海の上をね、結んでるね、大きな橋ですよ。すごいでしょ、鉄骨みたいな、あれ港大橋っていう。南港北から乗るときはね、僕今この通ってるこのルートがね、まあおすすめですね。信号が少なくて、まあ、曲がる回数もそんなに多くないっていうね。まあ降りてね、ATC の信号を右前でガーって行ってもいいんですけども、まあこっちの方がなんかこうね、こう空いてるというか道がね、空いてるし、こう中抜けていくんで、ショートカットになりますんで、まあよかったらね、覚えておいてもらえたら、便利かなと思います。はい、それでは出発します。見下ろしのところ行くまで撮れません、多分ご了承ください。行きましょう。ね、あのもうちょっとしたあのなんか信号見えてくるね、信号がね。これね、この信号を越えてまっすぐ行ったら大通り出て左折してもいいんですけどね、これまっすぐ行ってこの信号を渡って次の信号をもう一回左折、背中のね信号でも、ここのこの道を左曲がるんですよ。これショートカットです。ここを左曲がることによって次出たところがね信号ないんですよ。まあちょっとしたことですけどね、ショートカットなんで、まあレアな道というか通の道というか、ね、結構ね大阪南港も看板があんまりないんでね、であってもその南港東6とか5とか3とか2とか1とか似たような交差点名がめっちゃ多いんで、あの皆さん迷子にねなられる方が多いと思うんで、迷子にならないようにですね、はい、まあ、宮田の動画見てね、あ南港ってこんなとこなんだなっていうのをね、まあ、雰囲気とイメージがね伝わればいいかなと思います。はい、よいしょ。いやーめちゃめちゃいい天気ですよね。こういう天気のいい日は、あトレーラー手上げてますね。ちょっと待ってごめんねって言ってますね。よいしょ。骨組みのトレーラーが出たりしてます。トレーラー好きにはたまらない場所なんじゃないですか。トレーラーがいっぱいいてますよ、開墾ね。いっぱいこれあのコンテナ組むのに待ってるんでしょうね。いやすごいですね、トレーラーだらけですね。前からもトレーラー出てきます。トレーラーだらけです。トレーラー大好きな皆さん、どうですかこのトレーラーの嵐ね。え最高でしょトレーラーだらけねえ、でした。
次々わんさかわんさか、さすが大阪南港です。大阪南港です。もうありとあらゆるところからトレーラーしか出てこないというね、なんという、いやこれ嬉しいやろな、トレーラー好きな人にとってはね。えよかった、短いけど、ちょっとトレーラー好きの皆さんにいい動画が撮れたんじゃないでしょうかこれが言うてるとこね、信号ないんですよ、ここちょっとね、信号の先に出てくるっていうショートカットですね。で、この信号を渡ります。よっしゃー、南高北って看板見えてるでしょ。一回これ下くぐる感じなんですよ、この阪神高速上にあるでしょ、これ港大橋。この下をくぐって右右右ってこの字型に U ターンして乗っかる感じですね、うん、よっしょ。あ、重たい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 ですよ。よいしょ。あと何分ですか。あ、40秒しか取られへんから、ちょっと一旦ここで切ります。これまっすぐ道なりです。で、先ほどの道なんですけど、こうまっすぐ行ってもうて、道なりにね、これ信号一つ目越えます。南港税関前を越えます。そして、2つ目、あそこ信号見えてくるんですけど、あの看板がね見えてます。南港北入り口こっちだよっていうのが緑の看板上がってるんで、そこを右折します。はい、これですね。2つ目、交差点名は南港東6北です。でこいつを右に曲がると、もう目の前に南港のね、よっこいしょ、南港北の入り口の下に出てきます。よっこいしょ、重たい重たい。はい、あの信号ですね。あの目の前の信号を右折すると、南港北です。取れる秒数があと20秒しかないよな。ギリギリ持ってくれ。19、18。このプロもなかなかやな、このインコース。登らない。うわー、重たい、登らない。